こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。今日のトピックは何ですか正直なところ、あのとてつもない特急殿下の会見を超える青年会見は今後も出てこないでしょう。どんなに誰が来週青年会見を開こうとしても、あの歴史的な青年会見を超えることは難しいです。個人的には、もうさっさと謝罪して形式的な青年会見を行うのが良いと思いますがね。今回は、 久人様に対する批判を恐れているのか、青年会見が来年の春以降にずれ込むということで、それについての話が中心になります。まずは、青年会見が来年の春以降になるという点、そして青年になることで後続費が増額される点、さらに一般参加の機会が減る点について、それぞれ詳しく説明します。最後に、ヤフーのコメントを紹介して終わります。まずは、 青年会見が来年の春以降になるという話から始めましょう。秋篠宮家の長男である久人さまが2024年9月に18歳を迎えられるわけですが、高校3年生という学業の重要な時期であることから、青年皇族としての儀式は2025年3月の高校卒業後に行われる見通しとなっています。国内庁の西村康彦長官は18日の定例会見で、青年式は、 伝統ある大事な儀式であり、非常に大きな節目であるとし、悠仁さまが中行時に出席するのは、この成年式を迎えた後が適切であると述べました。このため、悠仁さまが公式な場に姿を見せるのは2025年の春以降になる見込みです。また、天皇陛下から成年皇族に授与される勲章についても、成年式の際に贈られる可能性が高いとされています。 久人様の18歳の誕生日である9月にはこの勲章は授与されず、卒業後の成年式に合わせて贈られることになるでしょう。これは、学業の影響を最小限に抑えるための措置です。2024年9月以降、久人様は新年祝賀の儀や新年一般参加などには出席されない一方で、赤坂御用地で行われる宴会には学業に支障がなければ出席する可能性があるとされています。 これは、宴会が中行事ではないためです。男性皇族が成年を迎えるのは、秋篠宮様以来39年ぶりのことです。さらに、成人年齢が18歳に変更された後、初めての成年皇族となる悠仁様の成年の儀式では、父である秋篠宮様が着用された束の利用も検討されています。このような欠点について、多くの人々は批判的な見方をしています。 例えば、学業に支障がなければ宴会に出席するという点について、受験勉強が最も重要な時期にあるはずの悠仁様が宴会に出席する可能性があるというのは理解に苦しむところです。一般的には、大学受験やセンター試験が2月に行われるため、その前後は勉強に集中する時期です。しかし、このような時期に宴会に出席するということは、 すでに大学進学が内定しているのではないかという疑念を抱かせます。この点について、特に東京大学への進学が内定しているのではないかという話もありますが、これが事実であるならば不公平感を感じる人も少なくないでしょう。さらに、秋篠宮様やその家族が今後どのような行動を取るにせよ、批判され続けるであろうという意見もあります。特に、功績から離脱しない限り、 批判は避けられないという見方があります。もし仮に将来天皇になることがあれば、その時も批判され続ける天皇として在位することになるでしょう。このような状況を避けたいのであれば、早急に皇籍から離脱し、次の天皇の地位を特急殿下に譲ることが望ましいという意見もあります。唯一の皇女である特急殿下が次の天皇になれないという現状は、そもそも不合理であると考える人も多いです。 次に、青年になることで後続費が増額されるという点について説明します。国内庁は30日、令和6年度の予算外産要求において、青年式に関連する経費を発表しました。この中には、天皇陛下から授与される冠の制作費27万1万8千円が含まれています。青年式は、 久人様が高校を卒業される2025年春以降に実施される予定です。2024年9月6日に18歳の誕生日を迎える久人様は、成年となりますが、成年式は高校卒業後に行われることになっています。このため、秋篠宮様以来約39年ぶりとなる男性皇族の成年式が行われることになります。成年式では、天皇から冠を授ける、 冠ブリを賜うの儀、天皇皇后の前で冠ブリを着用する冠ブリの儀などが行われる予定です。今回の概算要求には、この冠ブリの制作費が計上されました。一方で、悠仁様が成年式で着用する束の準備費用については、宮内庁が負担し、父である秋篠宮様が着用された束を活用することも検討されています。このように、 青年になることで必要となる経費が増加することは避けられません。久人様に支給される皇室経済法に基づく後続費が、これまでの年額35万円から、青年に伴い915万円に増額されることについて、多くの人々が疑問を抱いています。この増額はなぜ必要なのか、その使とは一体何なのか、様々な意見が飛び交う中、 個人的には納得がいかない部分も多いです。まず、男性皇族が公的な役割を果たす一方で、女性皇族が結婚により功績を離脱することが多い現状があります。これに伴い、女性皇族に対する経済的支援は理解できる部分もありますが、男性皇族に対して同様の幅な増額が行われる理由は不明瞭です。特に、彼らが職業を持たず、 主に公務に従事している場合、その額が妥当であるのか疑問が残ります。秋篠宮家が将来的に功績を離脱する可能性があることは、一部では良いこととされていますが、その一方で後続費の支給額の大幅な増額には批判の声も少なくありません。一般的に、皇室の女性は結婚により効果し、その際に一定の支援が必要とされるのは理解できますが、 男性皇族が同じように大きな支援を受ける理由は明確ではありません。例えば、皇室の公務に従事するという理由で皇族費が支給されるのであれば、その使途や必要性について具体的な説明が求められます。女性皇族が結婚後も職業を持つことがある一方で、男性皇族は公務以外に具体的な職業を持たない場合が多いため、その違いをどう考慮するかが課題です。また、 支給額が大幅に増額されることにより、その財源がどこから来るのかという点も問題です。後続費が各個人に支給されるのではなく、家単位で支給され、その中から必要な経費を賄うという形であれば、まだ納得できる部分もありますが、現状では個人個人に対して支給される形となっており、その理由が不透明です。悠仁様が青年を迎えるにあたり、 学業への影響を考慮し、成年式は2025年春の高校卒業以降に行う方針が示されました。このため、久人様は成年式までの間に予定されている新年祝賀の儀や一般参賀には出席しない見通しです。しかし、一部の行事については学業に支障がない限り参加する可能性があるとされています。このように、 皇室の皇族費や青年行事に関する決定は複雑で多面的な要素が絡んでおり、一般市民からの理解を得るためには透明性と説明責任が求められます。特に、皇族費の大幅な増額に関しては、その必要性と使途について具体的な説明が求められるでしょう。また、秋篠宮家全体に支給される予算についても、個々の支出項目やその用途が明確に示されることで、 国民の理解と支持を得ることが可能となるでしょう。皇室の経済に関する透明性を高めることで、信頼関係を築くことが重要です。このニュースに関する考えですが、個人的には学業を優先すべきだと強く感じます。なぜ公務に参加する必要があるのか、という疑問が湧いてきます。例えば、特定の公務に集積したり、あるいは、 に参加することに一体どれほどの意義があるのでしょうか。それが誰を喜ばせるのか、また何のためになるのかを考えると、納得のいく答えが見つかりません。昔の時代であれば、こうした行動が批判の対象となり、石を投げられるような事態にまで発展したかもしれません。それほどの批判的な状況にあって、自らを次の天皇候補だと主張することには、本当に驚かされます。 こんな状況で本当に次の天皇になれるのか疑問に思いますし、国民統合の象徴としての役割を理解しているのか花ははだ疑問です。個人的には、こうした問題を国民投票で決めるべきではないかと感じています。この記事に対するヤフーコメントの反応を見てみると、多くの人々が同様の感情を抱いていることがわかります。速報で報じる必要がないニュースであり、 学業優先という言葉の裏には全くそうでない現実があるとの意見も見受けられます。受験生が必死に勉強している中で、このような余裕がある姿勢を見せることに対して、多くの親が不満を抱いています。特に受験生の親としては、このようなニュースに接するたびに無理感を感じざるを得ません。国民の多くがこのように感じているという事実を政府も真剣に受け止めるべきです。 次の天皇候補が国民からこれほど嫌われている状況を放置することは問題です。さらに、こうしたニュースを速報で流す意義についても疑問が残ります。速報とは、本来重要な情報を迅速に届けるためのものであるはずですが、現在の報道はその役割を果たしているとは言い難いです。続いてのコメントでは、今更学業優先ですか、との問いが投げかけられています。 青年会見を楽しみにしているという声もありますが、その内容についても多くの批判が予想されます。特に三宅の会見が素晴らしかったため、それと比較されるとどうしても見劣りしてしまうことが懸念されます。また、一般参賀の時期にはすでに進学先が決まっているであろうとの指摘もあります。国民の性の反応を恐れているのではないかという意見も見受けられます。 特に三宅の長女の結婚騒動が成人会見の遅延に影響を与えたことに対する不満も根強いです。これに対して、自分たちの都合で成人式を延期することに対しても強い批判が寄せられています。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。皆さんのご意見や感想をコメントしていただけると嬉しいです。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。